い、ということで本日は田代島、通称猫島にやってきました。僕はね、犬派猫派どっちかって言われたらね、いやー決められないんだにゃー。本日は猫をたくさん撮って皆様にね、猫島の良さをちょっとお届けしたいと思います。猫と少し戯れて参道を歩いています。こんにちは、こんにちは。今日いい天気ですね。今日はいい天気。日向でなんかやるですか、なんかやるですか、インタビューいいですか。どこから来たんですか今日は。お姉さん、お兄さんですか。なんか失礼なこと言いました、僕。お兄さんですか。先輩、先輩、今日はどこから、おいくつか聞いてもいいですか。失礼ですけど、僕犬より猫派なんですよ。だからひいき目に見てください。いや、ほんとすごいですよ。なんか50歩歩けば猫に当たるみたいな感じで猫の方がたくさんいますね。なんか建物がある。行ってみよう。これを授けよう。白は豆乳、タンタカタンタンタカスープ。黒は黒酢、タンサンサンタカサンタンスープ。たかがニッチンのラオウなのに。もっと綺麗になっちゃったり、なんかあり、なんかありして、ああ、すごいや。ただいまですね、猫島からちょっと港にね、戻ろうかなと思ったら巨人がいるんですよ。見てください、これやば、こんなでかい足がすごい。ちょっと合わせてみましょう。うわ、やば、すごい巨人がいますわ。巨人がいます、ここに。やばい、これは気をつけた方がいい。他にも足跡があるか探していきましょう。やーべ、巨人だから歩幅が広すぎてどこにも足跡がない。これは楽しみですな、巨人に会えるのは。うわ、ここは絶対巨人の住処だ。皆さん、ほら、これとか巨人っぽい。おい、巨人、巨人がいるぜ。いろんなね、猫と戯れて、まあいい思い出になりましたね。ぜひ皆さん、宮城県は石巻に来た際は田代島に行ってみてください。あの、猫がいっぱいいらっしゃって、あの、触れ合いますんでね。食べ物はね、あげちゃいけないんでね、皆さん食べ物とかキャットフードを持ってきた時は、その島の駅っていうところに
そのキャットフードを預ける施設みたいなのがね、あるんで、そこに預けてください。僕は今日、チャオチュールを買ったけど、預けてきました。癒されたなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。さすらおう、この世界中を、どうさらばさ、歌うよ。